どうも、獣医師のあぶきです。今回もですね、一般犬猫飼い主様たちや、その他犬猫に関する疑問を持っている人たちに向けて、価値ある情報をお届けできるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回の動画のテーマはですね、こちら、猫のトキソプラズマ症と妊婦さんの関係、ちょっとまた一風変わったテーマなんですけれども、こういったところをですねお話ししていきたいというふうに思います。動物病院で働いていてですね、たまに妊婦の飼い主さんからこういった相談を受けることがありますので、今回の動画ではそういった疑問をまるっと解決できるような動画にしていきたいと思います。できるだけ難しい用語は抜きにして、説明したいというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければというふうに思います。よろしくお願いします。まずですね、トキソプラズマとは何ぞやっていうことなんですけれども、トキソプラズマ、簡単に言えば寄生虫です。でしかも目には見えないくらい、すんごく小さい寄生虫です。原虫という分類になるんですけれども、かっこよく表記するとですね、トキソプラズマゴンディというふうに、こういうふうにアルファベットでは表記します。で、これがですね、動物に寄生して起こる、症状とか病気ひっくるめてトキソプラズマ症というふうに言ったりします。で、人を含むすべての温血脊椎動物、動物ですねに、感染して、でそれが中間宿主になります。要はほとんどの動物が感染するよというようなことですね。ただし、ほとんどの動物は、症状があんまない不健性感染というふうな感染になります。中間宿主っていう聞き慣れない単語を今出してしまったんですけれども、要はですね、トキソプラズマは最終的に猫を収宿主というふうなものにしていて、それ以外の動物はみんな中間宿主なんですね。もっとわかりやすく言うと、トキソプラズマの本命は猫だけであって、それ以外の動物はみんな本命ではない仮のお付き合いというふうな感じに思ってもらえればというふうに思います。その仮のお付き合い段階の動物がですね、例えばネズミだとかそういったようなものが猫に食べられると、そのトキソプラズマはですね、腫れて本命の猫に感染できるというふうになっています。で、本命が猫なんで、妊婦さんは猫のトキソプラズマ症に敏感になっているというか、気をつけなきゃいけないというふうに、なってるわけですね。ネズミとか犬とかのトキソプラズマ症を気にせずに、あんまり有名じゃなくて猫にっていうふうなのは、そういったトキソプラズマの収縮種、本命が猫だからというふうなことが理由になってます。で、猫に感染した時と他の動物に感染した時とではやっぱりトキソプラズマの動きというかやることというのはやっぱり変わってきています。猫のトキソプラズマ症だと、どんな風に変わるかというとですね、猫に感染した場合だけ、猫の糞便中にトキソプラズマが排出されるというようなところが猫だけ違うところになります。他の動物だと、糞便中の中にトキソプラズマが排泄されるということはありません。で、猫自体、そのトキソプラズマに、感染したとき、症状は、ほとんどありません。で、たまに子猫で下痢とか発熱とかがあるらしいんですけど、私は特に診療していて、これトキソプラズマだなとか、いうふうに思ったことっていうのは正直なくてですね、一般身体検査とかでそれが診断できるというようなことも、ありません。不健性感染がやはり多いのかなというふうには思います。で、初感染、初めて感染した猫ですね。初めて猫に感染すると、感染から、数日間の間ですね、その猫の糞便中に、トキソプラズマが出てきます。オーシストっていうような形で出てくるんですけど、これはちょっと難しいんで、別に除外しますけども。で、この排泄されたトキソプラズマはですね、感染力を獲得するまでに、また数日間の期間が必要になっています。なので、その、猫、トキソプラズマにかかってしまった猫、しかも初感染の猫がいたとしてもですね、その排泄直後の糞便は感染力がないので、うんちすぐに片付けてしまえばですね、そこから感染してしまう、人が感染してしまう心配というのはあまりないかなというふうに思います。で、初感染の猫だけが糞便中にトキソプラズマを排出するので、すでに感染していたことがあって、抗体を持っている猫であればですね、そういったことはないというふうになっています。で、初感染の猫でもですね、時間が経って免疫を獲得すれば、次第にトキソプラズマが糞便中に排泄されるということもなくなってきます。
はい、なので、まあ、妊婦さんはですね、まあ、得体の知れない子猫、特に子猫ですね、まあ、よくわかんない子猫とかは特に注意した方がいいかというふうに思います。で、妊婦さんへの影響っていうのはじゃあ何なのか、トキソプラズマに関わる妊婦さんの影響っていうのはどうなのかというと、まあ、お母さんの体には正直特に影響はないです。症状もないです。ただし、妊娠中である場合ですね、妊娠中のお母さんに感染したそのトキソプラズマが、胎盤を通じて胎児へ感染してしまうというようなことが、もし起こるとですね、これがまた胎児に、先天的の疾患を起こす原因になったりもするので注意が必要ですというようなところですね。で、もう先に言ってしまうとですね、妊婦さんへの影響なんですけれども、このお母さんがすでにトキソプラズマの抗体を妊娠前にもう持っていて抗体陽性であればそういった心配はほぼないというふうに言われています。一番その問題なのは妊娠中に初めてトキソプラズマに感染してしまう場合、そういった場合が、特に心配で注意が必要というふうな形になります。で、まあ、ここまでで、まあ、なんとなくトキソプラズマってどんなものなのかっていうのがふんわり分かってもらえたかなと思うんですけれども、まあ、一獣医師として、町の一獣医師として言えることはですね、まあ、妊婦さんで、まあ、すでに猫を飼っている人ですね、まあ、その人が猫と、その猫とね、今後も暮らしていく上で、まあ、どういったところに気をつけるべきかというところを、まあ、言いたいなというふうに思います。まあ、まさかね、飼ってる猫をね、まあ、今回いい機会なんで捨ててください、なんていうようなことは、ちょっと、言うわけにいかないし、そんなことも思ってないので、まあ、どうやってその猫とね、安心して安全に暮らせるかというようなところを、この動画ではお伝えしたいというふうに思います。はい。で、妊婦さんで、まあ、すでに猫を飼っている、方ですね。まあ、猫を飼う上で注意してもらいたいのが、まあ、どれもですね、正直、まあ、猫飼ってれば、ほぼ当たり前のことかなというふうには思うんですけれども、まず一つはですね、まあ、飼い猫を外に出さないということですね。まあ、外でネズミとかを捕まえてしまって食べることによってですね、トキソプラズマの中間宿主をそれで食べちゃうんで、それでまた感染するかもしれないんでね。で、そういったところを防ぐために飼い猫を外に出さないということは重要になります。で、2番目ですね、生肉を与えない。で、生肉の中にもトキソプラズマがもしかしたらいるかもしれないので、なるべくそういったものを与えずにですね、今、キャットフードとかで管理した方がいいと思います。で、3番目はですね、糞便を、適切に、処理する。まあ、適切に処理するっていうのは、まあ、できればですね、妊婦のお母さんが、それを処理するんではなくて、できれば他のご家族の方にやってもらうか。あるいは、まあ、なるべく早く、そのうんち、もしトイレにしたとしたらですね、まあ、万が一そのトキソプラズマがいたとしても、そのトキソプラズマ、うんちの中のトキソプラズマが感染力をゲットするまでにはまた、期間が必要になるので、もううんちしたらすぐに、ね、手袋をして、すぐに取って、すぐに捨てれば感染をするというリスクはだいぶ減らせるので、まあ、すぐに、処理をする。まあ、適切に処理をするというようなところがまた重要になります。4番目はですね、まあ、変に濃厚接触しないということですね。もしかしたら、その、うんち、お尻にね、猫くっついてたりするかもしれない。で、まあ、もしかしたら、そのうんちにトキソプラズマいるかもしれないというところで、まあ、一応念のため、なんかこう、濃厚に猫とね、触れ合うっていうんじゃなくて、まあ、普通にね、常識の範囲内で猫に接してもらえればというふうに思います。はい。で、まあ、もっと心配であればですね、猫のトキソプラズマ抗体調べたりすることも、まあ、一回動物病院の、かかりつけの先生に相談してみてもらうのもありかもしれません。で、猫の、へのね、注意も必要なんですけれども、ただそれよりもね、実はですね、生焼けの肉とか、まあ、あと食器経由、生肉使った食器とか、そういった経由での感染の方が、まあ、実は、現実問題心配かもしれません。あとは、その土いじりですね、まあ、土壌からの感染とかも注意が必要かもしれません。なので、土をいじるときは、しっかり手袋を使うとか、あとは野菜とかもしっかり洗ってから、使用するとか、あとは食べるお肉は、まあ、しっかり火を通すと、生焼けのお肉では食べない、そういったところが重要になるかなというふうに思います。はい。
で例えばまあ妊婦さんですね、トキソプラズマの抗体をまあ妊娠前にすでに持っていて陽性であれば、まあそういったところはあまり心配しなくてもいいかなと思うんですけれども、一番大事なのはですね、まあトキソプラズマの抗体が陰性、今まで、感染したことがない人が妊娠中にトキソプラズマの感染を起こすときが問題になるので、まあそういった方はですね、今言ったその猫に関する、関わり方、そういったところを気をつけてもらえればというふうに思います。で、まあ、今回の動画で、まあ、言いたいことをまとめるとですね、まあ、妊婦さんも、気をつけるところに気をつけていれば、別に今まで飼っていた猫さんとお別れする必要はなくてですね、まあ、普通に飼っていても大丈夫だと思います。で、まあ、個人的には、まあ、ただ、新たに子猫を導入するっていうのは、まあ、これからね、出産もあることですし、これから妊娠期間もまだあるということだと思うので、まあ、個人的にはやめといた方がいいかなというふうには思います。はい。で、あとはその猫への関わり方ももちろんまあ大事なんですけれども、それよりもですね、ご自分のその食事、お肉とか、あとはその、土いじりとか、そういったところですね、により気をつけてもらえればいいかなというふうに思います。で、今回はですね、猫のトキソプラズマ症と、まあ、妊婦さんの関係というようなところで、まあ、たまにね、動物病院にも質問が来るので、そういったところに関して動画でお答えいたしました。まあ、ちょっと完全な答えになっているかどうかっていうのはわからないんですけれども、まあ、猫を飼っている妊婦さんの、まあ、疑問点というところに答えられればいいかなというふうに思って、今回の動画作成しました。また、今後もですね、まあ、こういった動物、犬猫に関するような動画を上げていければなというふうに思いますので、よかったら次回の動画もチェックしていただければというふうに思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。